ちにもあんじゃん。はあ、正気かよ。アトラース、アトラースとアサシンがめちゃめちゃある。よし、ここともし火ね。これはまだ先があるな、結構。こっちは戻っちゃうね。こっちか。このレバー、お前も気がついたか。いや、さすがに気づくでしょ。見ろ。下がっている。水門？なんだここ。やっとまともに動け。あれですね、小ロンドですね、これ。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。ってことはこれもう深みの聖堂がないと。これはフレームターン。フレームタソ。フレームタソ。よし。水門の鍵？これでおそらく先へ進めるはず。そうか、敵を避けすぎちゃダメなんだな。あ。まあ敵とは基本的に戦っていくべきか。フレームターン。水の下はこうなっていたのか。お、リターナー美味しいね。これは死ぬでしょ。クイーンアイアンのさ、上位互換が欲しいんだけど、まだないか。任せろ。これなら。よし。オッケー。だいたいこのゲーム把握できてきましたね。7割方把握したかな。圧倒的近接ゲーですね。圧倒的近接ゲー。ああ。ジャンプ攻撃的なことやってた。落下攻撃的なことやってたね。鮮やかな手並みだった。あいつやべえな。あいつやばそうだな。おい、あいつやべえ、あいつやべえな、こいつやべえな。ちょっと中ボス級なんだけど、これやばいっすよ。あ、やべえな。いや、落ちたし。いや、計画通り。計画通り。高山やっただけだから、高山。鉱山。これなんだよ、結局。戦いの玄人だから。俺。楽には終わらないようだ。一応これでもダクソのプロなんだ。ダックスのプロである以上、難敵に対してはちょっとした小細工を使わせてもらう。アウェイク。このなんかさ、機械みたいな、騎士っぽいやつ、なんか、あれだ、拠点にいたなんか総督府派遣のなんちゃらみたいな、あのおっちゃんもこの甲冑着てたから、多分そういう感じなんだろうな。総督府の鎧なんだあれは。まあ、一応分かってると思うんですけど、もうちょっと探索めんどくさくなったんで、駆け抜けたいと思ってますね。ゴールを見つけた。あそこでしょ、ゴール。あの廃墟都市でしょ。旧市街の新たな道を。大足の鍵。うわー、いや、これ待って、あのちょっと強かったやつがさ、持ってたとかないよな。それで罪とかだったらもう最悪なんだけど。いやー、そんなね、そんなことはありえない。何か見落としがある。その見落としをつぶさに観察して見つけ出す。ここか。あれは、さすがだな、あんじゃん。頼りにしてあんじゃん。普通に見つけたわ。よし、よし、オッケー。開いたな。大足の鍵、確実に前に。向こうにさっきの女がいたような。え、気のせいか、弟の姿が見えなかった。てか弟なのか、はぐれたのか。もしそうだとしたら
女の子、幼女だと思ってたのに、俺幼女だと思ってたのに。クソが、それは食い散らかしやがって。ちょっとショックを受けてる俺は。ほいほいほい。このバックスター行けるときと行けないときの差がわからん。冷静に冷静に行けば行けんのかな。苔の生えた水門きちんと立ち止まるとかさ、バクスタってそういう感じじゃん。バクスタをするためにはするべくしてすると。あ、ガードもあったな。ガードという選択肢も取らなきゃいけない。あらゆる選択肢を取れるようにしよう。痛い。こいつやだ、早い。ただただ速くてやだ。なんか俺ターゲット手前に持ってかれてたね。自動でターゲットを認識してそっちの方向にオートで攻撃が行くようになってる。このゲーム祈る者の勝利。何がいいんだ。連結の用か。連結性能が上がるのか。攻撃力が落ちるね、だいぶ。だったらいいや。あ、でも一応着るだけ着てみる。ああ、フードか。え、これいいな。あー、でもダメだこれ。もしかして、いやー、ダメだ。刃の壮麗はダメだわ。刃の壮麗遅いからな。これパリじゃん。完全にパリだった今。完全にダークソウルだった今。もしかデモンズソウル。これはまた水門か。どこに鍵刺してんだこれ。謎が謎を呼ぶわ。うわ、敵いるな。貫け、ホーグ。アサシになりたい俺。ホーグザバーニーヤ使いたいわ。落ちていいよ。この落とすというね、技を使えるようになった今。学びの時間ですね。学んできたこのゲーム。大体理解した。ほら、来た来た、ほら。半分ぐらい見えてたから。よし。ひるみすぎなんだよ。まあ、難易度的な意味で多分そこで調整してるのかもしれないけど。正直ひるみすぎ。やべ、よし、いやもう楽勝だわ。楽勝だわ。こちらもっとね、ゲームスピードの速いゲームで。貴重な物資だ。羽袋、おお、弱え。いや弱くね、強えんだ。いいね。落日の剣卒業かな、これは。白日の剣卒業で、ツバイヘンダー。ツバイヘンダーだけど、今危ないな、ちょっと。今、ツバイ使うにはちょっと危ないかもしれん。ややリスクがある。それだけのこと。でも、ツバイのこの破壊力はね、目を見張るものがあるから、無視できないんだよな。これ、ゆくゆくはツバイヘンダー強化したいと思ってます。一応、ツバイにはゆかりあるから。でも俺、ダクソでツバイは全く使ってない。グレソ派なんで。ニコラ。安心しろ。一月で終わらせる。おい、ちょっと待って。ニコラ。急ぐぞ。ダイヤボー。ダイヤボーしてるな。
大野望されてる。うわ、クイーンスチール来た。さらなる上の領域。あれは海底油田の採掘施設か。もしかしてこの間お前か。やっぱりこの野郎。くそ、どこに行きやがった。吸血鬼狩り。ニコラ、この灰はあの子の。え、何か来る。いや、俺今ボス戦やるのはちょっと無理だよ。絶対宿り気あったろこれ近くに。いや待って、無理だ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 、回復がね、無理だ。俺は逃げる。なんだ、ポールダンスしてるんだ。ツインテール初音ミクか。やるか。やりたくねえ今。全くやりたくねえわ。帰りたいもん。湿潤の処刑者。危ない危ない。痛い。おい、2発。おお、危ない。おい。やぶねえな。回復ねえんだよな。どうしよう。使っちまうか。やぶねえ、危ない。避けとけ。ファイヤー、弱え。これでちょっと攻撃与えつつ、切れましたね、ついに。危ない。うわー、やべ、無理したくないけどさ、もう無理するしかないっしょこれ。ここ見ながら。うーい、これどう避ける。あー無理だな。まあしょうがねえわ。あんな状況で戦わせてくるコードペインが悪い。プロメテウスはいいけど、これ見直したな。水っぽいから雷にしよう。遠距離攻撃はもういらない。まあ、回復6個あるし、とりあえずは大丈夫かな。多分あの左上の印が目指すべきポイントだと思うんで、右かで上か今で、そこまでに多分宿り気があるから、多分その宿り木を探そう。まずは宿り木を見つけるところから始めようか。もうすぐさま敵に突っ込んでもいいのだけれど、おそらくあるであろう宿り木を。そしてここのマップも多分うわ、やばいやばい。あ、血液、血液とともに宿り木とかないか。やだ、アトラス、スチール。いや、あるな。握ったから傷。ああ、ほら、あるよ。ないわけねえんだよ。そこまで不親切なことは。ちげえ、これ周辺情報。あ、じゃないか、よかった。道中めんどくさいとこはボスが弱い。違う、拠点がボスから離れてるときはボスが弱くて、近いときは普通にボスがそれなりの強さ、まあ、基本ですよね。基本にのっとってるのであれば、ここは近いはず。ちょっと3個ぐらい使って。ちょっと一旦帰ります。ちょっとね、ツバイ
え、マジで？ツバイを強化しよう。ツバイヘンダー。だいぶアイアン集まってるしね。4つ使っちゃうか。ツバイ。あのね、早い敵に、あえて鈍重な武器を一発ずつ当てていくっていう戦い方はありな気がするんだよな。うわー、どっち行く？いや、でもツバイはもう使うって決めてるから。どの吸血ガスを強化した？ツバイで行きますか。もうツバイを信じる俺は。やっぱりあの、結局ブラッド、ブラッドボーンって言っちゃう。結局このコードベインに来て、こう、なんかさ、馴染みのないさ、武器の名前、こう、絶妙に中二感出してきてるじゃん、全部。その中でこのツバイハンダーのね、馴染みだよね。ツバイハンダーの、なんか俺に馴染んでくる感じが、本当にありがたい。それじゃあ。知ってるやついたみたいな感じ。話できるやついたみたいな感じ。おー、いけるね。片手マスタリー。うわ、これ記憶。記憶入るとこれ、多分パートまたいじゃんぞ、これ。誰の記憶だ、これ。ケビン・デュランとか。出さんだよ、出さん。強いて言うなら、あの時生きて出会ったから。そんな理由で命をかけて血類を。レイさんの体が持ちませんよ。俺の心配はいいんだ。血類なんかもう主人公のおかげであんまり貴重なものに思えないな。主人公があまりにも簡単に生成してしまうから。奪われる日々から解放された。それを奪われたんじゃない？見える必要もない。この血類は、この平穏は、俺だけのものだ。それすらも奪われるんだろう。本当にいいのか？それで。いいんだよ。家畜のように餌を待て。前に進むことを拒絶しろ。そうやってお前は生きていくんだ。血類不足で困ってたんだろ。ほら、遠慮しないでもらってくれよ。何やってんの？俺のことは心配しなくていいから。自分だけ生き残ったってつまんないし。それにほらほら、こうやって支え合って生きていくもんだろ、人ってのはさ。いいやつになった。いいやつになったのか、ケビン。お前だな。周りに血類を分け与えてる水凶な野郎って。最悪じゃん。もうだったら何だってんだよ。そんなに余ってんなら俺たちにも分けてくれよ。回収に使ってたガキがロストに落ちて困ってたんだ。余ってるわけねえだろ。お前らみたいなクソ野郎に渡す血類なんて一つもな。クソガキが。だったら力ずくで奪い取ってやるよ。そして負けたのか、ケビン。で、またルイのね、ケビン語り。ケビン語り始まります。ケビンを語ってくれ、ルイ。頼むよ。あの1から10まで。他のレブナントにも配って。そんなことをすれば、何が起きるか分かっていたはずだろうに。お前が導いたんだぞ。忘れるな。お前が殺したんだ、ケビンを。もうどうあがいてもルイを悪者にしたい。はい。ごめんなさい、ルイさん。俺、もうダメみたいです。力が足りなかったか。後悔はしてない。みんなと血類を分け合った時、初めて人としての命を取り戻せた気がした。ルイさんのおかげで一瞬だけでも生きていると実感できた。ありがとう、ルイさん。俺ちょっとだけでもあなたみたいになれたから、ありがとう。ケビン、終わった？あ、びっくりした。早い。早かった。ケビンの思い出早かった。
もう語ることないんだな。これが最後か。これはケビン。お前に救われたんじゃない。ケビンが立派に生きたんだ。忘れるなルイ。一時の施しで、だが俺はたとえ欺瞞に過ぎなく、そしてそれがあの時ケビンを死に追い、ありがとう。ケビンの思いを届けてくれて。いや、ケビンのストーリー終わったっぽいな。まだ修復できるのあったんだよな。うわーうわー、全部見ます。まあ全部見るか。アトラス。しくしょう、そこら中化け物だらけだ。リキ。ここから早いとこ逃げ出さねえと。待って、リキ、さっきの戦いで怪我人が。仲間がいるな。怪我人の重りなんてしてたら命がいくらあっても足りねえぞ。この先に確か、ヤクモン。お前か、今度は。一旦そこに避難しよう。はあ、正気かよ、ヤクモン。ヤクモ、今度はヤクモのストーリーか。負傷者が回復するまでここに残るだと。外を見てみろ、化け物だらけだ。今は動けるやつだけでも協力して活路を見出すべきだ。そのために仲間を見捨てろってのか。だったらここで死んだ方がマシだ。もうついていけねえよ、お前には。俺たちだけでも生き延びてやる。じゃあな、ヤクモ。仲間を守るか組織を守るか、優先すべきはクモだから。優先すべきはクモ。仕方ないよ、この先どうなるかなんて誰にもわからないんだし。ねえヤクモ。ヤクモ。ああそうだな。迷ったのか。迷うな。ヤクモの記憶。今度はヤクモの記憶か。これは昔の仲間たちの記憶をたどっていけば仲間を。俺はこの時リキを。リキ。リキッドー。残った俺たち。あ、そうなんだ。もっと話し。ヤクモは間違ってない。俺は救う。俺は安易な言葉で救いたくない。まあ、それはそう。お前が悪い。あいつらは俺を、まあ、今更考えたところで。こっからね、アトラースの記憶から恨んでないよっていうね、あの甘い言葉を求めに行くんだろう。誰か恨みつらみ。恨みつらみをぶつけてくれる人いないかな。その方が俺は信用できる。甘い言葉しか吐かない人俺は信じられない。孤立した部隊を助けに来て気でも触れたか。ヤクモ、殺されに行くようなもんだ。大切な仲間なんだ、見過ごすわけにはいかないだろ。てめえはいつもそうだ。人の意見なんて聞きやしねえ。援護は一度きりだ。あとはお前が何とかしろよ。ツンデレじゃん。一回は援護してあげるんだな。ツンデレだったわ。ヤクモ、てめえだな。俺たちの商売を邪魔したのは。なんか変なことやってんのか。老格品の横流しのことか。お前らがやってんのはただの盗っ人だ。リキ、みなしごだった俺たちが、わけもわからねえままに御堂にも何もかも奪われちまった俺たちが。自分より弱い奴から奪ってどうすんだよ。いい子ぶりやがって。てめえのそういうところが気に食わねえんだ。表に出ろよ。今度こそ白黒はっきりさせてやる。どっちの方が上かってこと。何やってんだこいつら。そんな争ってる場合なのか。で、白黒つけたのか。少
少しは手加減しろっつーの。拳で分かり合ったのかな。お前相手に手加減なんてしたら死んじまうからな。いけすかねえ野郎だぜ。喧嘩して終わった。喧嘩エンド。何を見せられてんだ俺は。俺たちはこれもうテキストでいいぜ。テキストかさ、あのカセットテープでいいよ。本当に LP なんでしょ。 LP でいい。 LP もしくは温泉の記憶でいいわ。負けず嫌いな、お世辞にもいいやつとは言うが、うん、自分の気持ちに正直で。最近のゲームそういうの あるじゃん。やっぱりあのなんかこうね、背景を深く知るためのテキストだったりさ、いっぱいあるじゃんそういうの。それでいいよ。記憶大変だよこれ見るの。古書にまとめといてくれ。ルイがまとめといてくれ、テキストで。これでよかったのか。ディキ、ヤクモたちを置いてきちまって。ディキの物語。災害のおかげで奴隷みてえな傭兵家業から抜け出すチャンスが巡ってきたんだ。こんなところで死んでたまるか。でもどうやって逃げ出すつもりだ。救助ヘリを探す。化け物の少ないエリアを回れば一つや二つ見つかるはずだ。どういうこと。おいリキ、ついに見つけたぞ。救助ヘリだ。おーい、おー、何起きた。嘘だろ、ヘリを噛み砕きやがった。とてつもねえのいたんだな。クソが、手当たり次第に食い散らかしやがって。そこまでケアしてないお前が悪い、リキ。諦めんじゃねえ、生きて帰るぞ絶対に。ここ走れないのがきつい。リキは逃げ出そうとしたのかな。何から、傭兵家業から、この災害をもってヘリに乗ってどうしたかったんだろう。リキの部隊、あ、そういうことね。あの時、答えは誰にも分かれない。悪いが、あいつらの他の記憶を探すのを手伝ってくれないか。もう一個見られるんだよな。はい、リキの行方を。俺たちを迎えてくれたのはあの時ミス。ああ、これでレブナントになったってことか。大崩壊の後、化け物に食い殺された俺たちは遺体をミドに回収されて、ボア寄生体とかいうのを埋め込まれて、ボア寄生体、寄生虫。奴隷の日々に逆戻りってわけだ。ほとんどの連中は蘇生に失敗して朽ち果てちまったらしいが、なんとかしてここから抜け出すことができれば、エミリーがミドの実験に耐えている間に。実験。御堂。御堂筋は。ちょ、どこ行くのこれ。え、こっちか。初めて。縦は初めてだ。あの時、リキたちと喧嘩別れした。あいつ。実験ってもしかしてまた特別な印象を持ってるのかな。クルスみたいに、クイーン候補生かな。クイーン候補その2。大変だ、施設の壁が破壊されて外からロストが。ちょうどいいじゃねえか、この騒ぎに乗じて逃げるぞ。ヤクモはどうする。まだ眠ったままみたいだが。そんなもん決まってるだろ。昔からまっすぐでバカみてえに仲間思いで、最後までいけすかねえやつ。見捨てねえんだろ。目を覚ましたこいつを一発ぶん殴ってやらねえと。出た、こっちの気が済まねえんだよ。出た、実は救われていたんだエンドじゃん。これ
ヤクマ生かされていた、リキに。ってことでしょ。そうか、情けねえ、あいつら。うん、答えを出すな、まだ早い。あいつらの思いを受け止めるためにも。誰も救わせねえ言葉で。みんなで落ちよう、ロストに。いや、このゲームなんかみんな救われようとしてるのが気に食わねえ。誰か一人ぐらいもう救われないでほしい。ダメだリキ、外に出たのはいいけどロストの数が。役を見捨てて逃げるしかねえってか。畜生が、二度も見捨てられるわけねえだろ。いいかお前ら、絶対に生き残るぞ。ヤクモの野郎をぶん殴るまではな。そうか、やられたのか。本当いけすかねえやつだったよお前は。でもよ、お前は俺の憧れだった。あんなクソみたいな生活の中で貫かれてる。ピカピカした人、あんな弱そうなロスト相手に。案外悪くないもんだな、仲間のために命を懸けるってのは。あの程度のロストに遅れを取るか。所詮死ぬ定めだったな、リキ。厳しい言葉しか書けない俺は。誰一人救わせねえ。ずっとあいつら、いい仲間たちだったね。結局救いの言葉を与えてしまった。俺はあいつらの思い、それがあいつ、ありがとう。俺は俺らしく仲間を、そしてお前を支えていく。これからもよろしく頼む。そっか、終わったな。長かったな、長かったよ。ヤクモンストーリー長かったわ。